血祭りにあげてやる。お前が欲しいんだ。それが思い人は一人にする。お前は自分の戦をするんだろ。時は乱世、ミッドランド王国とチューダー帝国は100年にも及ぶ長き戦いを繰り広げていた。戦を生業とする傭兵団は隆盛を極め、戦争は彼らのものとなっていた。ここにも戦に身を投じる傭兵が一人。首を上げた者には褒美は思いのままだぞ。工場兵器で城壁を越えるのだ。取り付く敵を排除せよ。おいおい、随分でかい剣だな。あんな長いもん振り回す気か。若い奴は見え張りたがるから。バカだ、ぶっ殺されっぞ。
城壁に登れ。上から侵入するのだ。ここは命の張り所よ。がっぽり稼ぐぜ。早い者勝ちだな。無様な戦はできぬぞ。敵はひるんだぞ。残らず殲滅せよ。これでは近づけん。あの投石機を破壊するのだ。報酬上乗せしてほしいもんだぜ。まだ負けたわけではない。Yeah.
中の者がやってくれたようだな。全軍城内へ突入せよ。バズーソって、あの30人斬りのクマを素手で倒したという。どうした、頭を叩き割られた奴から前へ出ろ。あいつがあっちの稼ぎ頭か。勝負はここからぞ。
負けられるかよ。奴を討ち取った暁には銀貨10枚、いや、7枚だぞ。セコの野郎だ。落とされるんだからな。貴様のような鉄の青い若造が戦場に立つとは、そちらは相当の兵員不足と見える。さあ、いい気になりよって。へえ、
すごい奴がいるもんだな。ねえグリフィス、あんたとどっちが強いかね。くだらないことを聞くな。グリフィスの方が強いに決まってるだろ。給料2ヶ月分と今回の報奨金だ。なあ、考え直す気はないのか。給料は3倍私分に取り立ててもいいと言ってるんだぞ。あちらさんは俺たち傭兵にしてみりゃ夢みてえな話じゃねえか。ん、夢食えんのかそいつは。待て、地位も金も保証すると言ってるんだぞ。何の不満があるんだ。嫌いなんだよ、窮屈なのは。次、